ムルグマカニ、または、バターチキンカレーは、マイルドなカレーソースで鶏肉を和えたインド料理である。インドの首都デリーで食べられる。タンドリーチキン発祥の店でもあるモティマハルの、創業者である、クンダンラルジョギー、クンダンラルグージラル、タークールダスの3名によって1950年代に、開発された。残り物の,の鶏肉をバターとクリームをたっぷり入れた。 トマトグレービーソースと混ぜることにより偶然できたレシピである。鶏肉はレモン汁、ヨーグルト、スパイスに数時間漬け込む。スパイスとしてはガラムマサラ、生姜、ニンニク、胡椒、コリアンダー、クミン、ターメリック、唐辛子を用いる。この鶏肉を伝統的にはタンドールで調理するが、グリル、ロースター、フライパン等を用いることもある。 これをバターを含むマイルドなカレーソースに入れて提供する。ソースの材料やスパイスには様々なバリエーションがある。スパイスとしてはカルダモン、クミン、クローブ、コリアンダー、胡椒、フェヌグリーク等を用いる。ソースにクリームを混ぜたり、飾りとしてかけたりもする。濃度を高めるためにカシューナッツのペーストを加えることもある。バター、クリーム、青唐辛子。 コリアンダー、フェヌグリーク等を飾る。ありがとうございます。